どうも、ナイコです。新世代歌い手グループイレイスのリーダーやってます。今回は俺たちイレイスが宣伝大使を務める脱出ゲームに岸原くんたちを招待して一緒に遊んでたんだ。学校が舞台の脱出ゲームで勉強したり歌ったり体動かしたりしてたんだ。めっちゃ楽しかった。課題を全部クリアして俺たちが先に脱出に成功したわけなんだけど、いくら待っても岸原くんたちが出てこーへんねんな。脱出ゲームに入って遊ぶのは俺たちが初めてやったし、なんか不具合が見つかったとかありそうじゃない？確かにな、心配やし、ちょっと調べに行かへん。そうだね。ってわけで後編も最後まで見てってね。それじゃあ行くぞー。おっしゃー。脱出ゲームに歌い手グループと参加することになりました。後編。吹雪が止まない。もしかしたら雪を発生させる装置が壊れちゃったのかも。そのようなんです。おい、しっかりしろ。ねえ、ちょっとカメラの映像見て。体育館吹雪になってる。は？獅子原くんたちなんでそこから出てこへんの？あれ本物の雪だったし凍えちゃうよ。あーかん、ゴールから入られへん。体育館はシステムの異常で扉がロックされてるっぽい。雪も止められへん。じゃあ獅子原くんたちがスタートに戻ればいいんじゃない？一度入ると戻れない仕組みらしいからできひんと思う。また脱出ゲームの中に入ってあの雪のエリアに向かうしかないな。みんな急いで助けに行くぞ。まずはこの教室だったよね。そうそう、クイズの。みんなどこ？それぞれの試練。僕一人でクイズに答えなきゃいけないの？できるかな。あれ、なんか黒板に書いてある。受験対策室にようこそ。問題を解かないとここからは出られないから覚悟しろ。何この問題集、これをやれってこと？分厚すぎ。しかもよくわかんない問題ばっかだし、こんなの解けないよ。あ、なんやここ、パソコン自習室的な部屋か。うわっ、もう勝手に起動すんな、びっくりするやん。あ、画面になんか書いてあるな。じゃんけんして勝たないと出られない。あ、人間ってコンピューターにじゃんけんで勝てたっけ。あー、まあとにかくやってみるか。じゃんけんグーチョキパーチョキパーパーグーチョキパー。うわ、あー、もう全部負ける。すっげー、めっちゃひよこいる、最高。てかどうすりゃいいの？机に箱があるな、見分けろってことか。ここにいるひよこ全部、多すぎにも程があるだろう。何何？指定料理であるグラタンをレシピを見ずに作れるかチャレンジ。材料は置いてあるものを使用すること。余裕だな。材料は、お、ダンボールがあるじゃん。ハンバーグ作る時も使うもんやし、これは絶対やろ。課題は石膏像のデザインって。こんなムキムキマッチョ描かなあかんの？この筋肉まさにユウくんやん、やば。校長室で、あの机にいるのが校長先生ってことか。課題は校長のカツラを奪え。なんだ楽勝じゃん。だるまさんが。うわ、これもしかして。よかった、とりあえず鎌倉で寒さはしのげると思う。ありがとう、ソウタ。ユリカも手伝ってくれたおかげだよ。俺とこいつが体力の限界で動けなかった間に作るとかすげえな。でもこのままずっとここにいるわけにもいかないよね。うん、脱出方法を探らないと。あ、ロボットが動き出してるんです。え、なんでだよ。こっちに来る。ダルマさんが転んだ。早く獅子原くんたちを助けに行かないと。こんなとこで止まってる場合じゃない。先生の机から問題集の答えゲット。全部書き写しちゃえ。はい、問題集終わり。今ので99戦99敗。そらそうやろ、人間が機械にじゃんけんで勝てるわけ。なやろ、力イズパー、筋肉は全てを解決するで。メスオスオスメスメスオスメスオスメスオスオスオスメスオスメスメスオスメスオスメスオスメスメスメスオスメスオスオスメス。はい、終わり。おっしゃ楽勝。ひよこキャラの俺ならできて当然だろ。できた、イグマロの世界一美味しいダンボールグラタン。よくわかんない何かが出てる気もするけど、まあいいやろ。判定は？あ、扉開いた。課題クリアしたっぽいな。よーし、めっちゃええのかけた。まあ僕は天才ですから。どうよ、
余裕でクリアや。校長のあのカツラを取れば勝ち。だるまさんが。みんなのんびりやってられっか。おーらー。はい、俺の勝ち。よかった、みんな無事だね。ふん、当然。次はここか。この学室の先が雪合戦をしたステージやな。さっさと終わらそう。また歌で無茶ぶり言われるかもしれへんな。ようこそ、また来てくれて嬉しいわ。今回は楽曲をリアルタイムで音程を外さず歌えるまでは出られないわ。音程を外さず？そんなの余裕っしょ。いつもいっぱい歌ってるもんね。歌ってもらうのは星降るフェアリーテイル。あ、俺たちの武道館ライブのリード曲やん。いいね、俺たちの歌よく聴いとけよ。お見事クリアよ。よっしゃー。悪いけど俺たちにとっては最高の課題だったよ。いよいよだな。待ってろ獅子原くんたち。脱出へ。シュン、モカちゃん大丈夫？なんとかな。とはいえ鎌倉も雪だるまのロボットに破壊されちまったし、いつまで耐えられるか。タッタくん、さっきからずっと雪玉を当てられているのです。今度はモカがタッタくんを守るのです。所詮雪だ、どうってことね。雪だるまに雪玉を当てても強度があるのか倒れないし、音に反応されて攻撃されるからみんなが危ない。ユリカ。ありがとう、ソータ。シシャハラくん。ナイコさん、大きな声は危な。ちょっと、ナイちゃん。イムくん、顔面にいて。二人とも当たってやんの。何ここ、めっちゃ寒い。ほら、静かにせ。あ、お前ら真面目にやれる。音を出すと狙われるんです。全員見事に当たったな。そうだった、俺らが来たからにはもう大丈夫や。今助けるからね。待って、静かにせんとみんな狙われる。じゃあどうすればいいの。逆に音を出せ。めっちゃ出しまくる。どういうこと。なるほど、じゃああれがちょうど良さそうやな。お前ら最高に激アツならぶちかまっぞ。あえて歌を歌ってロボットの注意をそらしてくれてる。吹雪もやんだねんです。歌の熱気とかイレイス皆さんの情熱とかがすごいってことじゃない。おい、ロボットの動きがおかしいぞ。混乱してるみたい。これも歌の影響？ロボットがイレイスの皆さんに狙いを。当たる前に雪が消えてねえか。イレイスの皆さんの熱の効果かも。マジかよ。こっちまで熱く感じる歌なのです。あ、ついさっきまで寒かったのが嘘みたい。今だ、みんなでロボットを倒すぞ。うわーい。うわー、ふらこの、あ、やべ、逃がした。任せて、止まれ。お別れ。脱出できてよかった。すっごい戦いだったよね。運営の人たちがすぐシステム改善してくれるって。ほんまみんな無事でよかったわ。運営の方からは何度も謝っていただいたので、あの時イレイスの皆さんに助けに来てもらえて嬉しかったです。けど皆さんも大変でしたよね。そんなことないって、俺らはなんやかんやほぼ通常運転やったしな。そうだね、こっちのことは気にしないでよ。ありがとうございます。皆さんとご一緒できて今日はすごくいい時間が過ごせました。今度改めて脱出ゲームに来たいね。モカもそう思っていたのです。また遊べたら嬉しいな。俺たちもです。それじゃあ。じゃ、また。さようなら。じゃあ俺たちは雪合戦だ。雪合戦だ。